Hello there! 始まりました。もちゃチャンネルです。今回はですね、そうです。もうサムネに出ている通り、タイトルに出ている通り、新メンバーオーディションを開催します。なんじゃ新メンバーオーディションって感じですけど、まあそもそもね、そんなにメンバーいないじゃないかっていう感じなんですが、そうですね。まあいろんなね、グループ系 YouTuber みたいにですね、一緒に出てきもしないですけど、それぞれが。まあうちのメンバー今、まあいるわけですけど、いろいろですね。大口先生ですね。大口先生は名古屋の方にいます。そして、竹原先生、竹原先生は大阪にいます。そしてジェイミーですね。ジェイミーはイギリスにいます。それぞれバラバラなところにいるんですけども、新たなメンバーを募集いたします。現状ですね。まあ、ジェイミーが忙しくて、動画出せないことが結構あったりしてますね。その1日分の動画をですね、撮らなきゃいけないとか、用意しなきゃいけないっていうので、てんやわんやなんですね、結構ね。その1日分の動画を用意するだけでも相当大変なわけです。なので、まあ、最近はだから週5日自分が出てて、みたいな2日。他のメンバーに頑張ってもらうみたいな感じになっていますが、辛い、辛すぎる時間がめっちゃかかる編集もう本当にしんどいんですよ。もうね、あの本のね締め切りがいっぱいあってね、まだですかまだですかっていっぱい言われながら、やっておりますので、この機会にですね、募集します。ところ、まあ、今ありがとうございます、ね、1万5000人ぐらい、登録者行きましてですね、でまあ本当にありがたいことにですね、まあ、年内1万を目標にしてたんですよ、実は登録者数ね、それが1万5000超えることができまして、このペースならまあ年末までに2万いくんじゃないかっていうふうになってます。わかんないですけどね、この後全然更新できなかったりしてね、なっちゃうかもしれないですけど、まあそれね、サブチャンネル頑張れって感じですけどね、自分自身ね、ちょっとね、サブチャンネル英語でワンピースやってますけどね、まだまだ全然、認知されておりませんので、はい、そちらもよろしくお願いします。あとはそうですね、 TikTok もやってますので、そっちも、ぜひぜひよろしくお願いします。まあこれからね、ちょっといろいろまたやっていきますので、まあびっくりするような人も、出てもらえると一応思ってます。いろいろまあ交渉は続いておりますので、ぜひ楽しみにしておいてください。ちょっとね、年末に1個ドンとやって、年始にドンと1個できればいいなと思っておりますが、メンバー募集をいたします。で、別に授業する必要はありません。その応募条件としては、もちろん年齢構いません、何歳でも構いません、ね、何をやるのか、まあ、英語に関連しててください。英語に関連しないとさすがに無理です。一応、English Channel とつけていますので。で、授業でも構いませんし、授業じゃなくても構いません。なんかの企画的なものでも構いません。ただ、週に1本だけ出していただければ、それでありがたいです。皆さんですね、ほんと忙しくて、週に1本出すって相当大変らしいです。はい。で、なんか毎日投稿って、ほんと大変です。けども、一本何かしらの企画ものを出してくれる。で、まあ、3ヶ月ぐらいやってほしい。ね、あの、それぐらいコミットしてくれればいいかなと思いますね。13、4週、やってもらえればいいです。で、それ続ける、その後続けるかどうか続けないかっていうのも、お任せいたします。ね、だからまあ自分のチャンネルをこうね、他の人にも知ってもらうためにやるとかでも全然構いません。ね、条件としては動画をうちのチャンネルに載せていいっていうのが条件です。このオーディションの動画もそうです。オーディションの動画もうちのチャンネルに載せていいっていうのが、条件になります。で、何でも構いませんので、授業でもいいですし、はい、それをやってください。で、あまりただで短すぎるのとかはやめてください。1分動画、このオーディションはいいですよ。オーディションはあの全然短い動画で構いませんが、普段ですね、1週間にその上げる動画っていうのがめちゃめちゃ短すぎるっていうのはさすがに困るので、まあ、最低でも5分ぐらい。かといってめっちゃ長いのも困りますので、それもなしでお願いします。で、編集は、まあ、相談だと思います。こっちがした方がいいなと思ったらしますし、いや、もう私全部やりますんでっていうんだったらそれでも構いません。ぜひですね、埋もれてる方をまた発掘するというためにやろうと思いますね。まあ、英語講師オーディションではですね、一ノ瀬先生ですね、一ノ瀬杏先生が優勝してですね、順調に英語ファイルのですね、チャンネルも伸びていってますので、同じようにですね、ここで知ってもらうチャンスですね。そのオーディションのね、映像を流すだけでも、
この見てもらえるチャンスですので、多分そうですね、オーディションの映像だけでも、だいぶ他の人に知ってもらえるチャンスになると思いますので、ぜひですね、このね、埋もれている英語講師だけじゃなくてですね、埋もれている YouTuber さんたちもですね、挑戦していただきたいなと思っております。ということでね、週1回、出してくれるっていうのが条件になりますので、お願いいたします。はい。応募方法ですけども、YouTube の動画のコメント欄に書いてもいいんですけど、消されちゃう可能性があるんですよ。リンクついてると YouTube が勝手にですね、スパム扱いにするのか消してしまうっていうことが何度か起こってるので、実際にその英語講師オーディションでも消されてしまってる人がいるので、ちょっと困ったなっていう感じです。はい。LINE アットありますんで、そこに登録していただいて送っていただいてもいいですし、あとは、Facebook や Twitter なんかでですね、送っていただいても構いません。うまく表示されなかったりとかもあるんでちょっと不安ですが、その Twitter でね、メンションですか、はい、これにメンションしてもらえれば、で一番そのツイートにメンションしてもらえればそれが最もいいんですけど、はい、そういった形でやってもらえればなぁと思います。お金の面は、この入ってきたやつはあげたいと思いますね。多分1ヶ月ぐらいのが収入をそのまま上げるっていう形にしようかなと思います、ね。それ以降だと、いちいちチェックするのがめんどくさくなっちゃうので、毎週毎週全動画をチェックしなきゃいけなくなっちゃうので、それは嫌なので、なので毎週1動画チェックで、その4週あって、その4週間経った時にチェック。1本目の動画チェック、その2本目、4週間後にその2本目チェックっていう形でやってっていくらになるかっていうのをやろうかなと思っています。なので、はい、収益化されてないチャンネルの人にとってもいいことだと思いますので、ぜひですね、そういった形でやってもらえればなと思います。というか、まあ、自分のね、サブチャンネルを収益化されるって感じなんですけどね、まだね、全然知られてないっていう、ね、そっちをまず何とかしないといけないはい、ということで、ぜひ応募してください。よろしくお願いします。はい、Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.